玉拳皆さんこんばんは、ゆうこんちはたいちゃんです。ということで本日はですね、呪術廻戦のカートフード紹介でございやーす。ということでね、はい、はい、USJ ファンというか USJ のね常連さんから、言うとですね、今ここどこで喋ってるかで大体わかると思うんですが、セントラルパークでございます。すごい、あのねちょっとね関係ない話するんやけど、呪術廻戦のね、まあまあ 4D の前がね、えらい人なんよね、うん、だからちょっともちろん座って食うこともできへんし、みんなちょっと地べたで座って食べてるみたいな状態でした。セントラルパークまで来たんですが、はい、これ見て、ちょっとごめん、フード映ってるけどもうすごい、どんだけお客さんのニーズに応えんねん。ただやんな、もちろん無料でもらったんやんね。なんかね、あの最後一人で並んでて、うん、まあ、モテんやん、さすがに。だから、お盆使いますかって言われて、マジってなって、あ、じゃあお願いしますって言ったら、こういう紙のね、お盆をくださったんですよ。しかも可愛すぎるし、やほな、捨てられへんじゃん。ちゃんと載せれるようになってるので、うん、捨てられんよね、捨てるけど捨てるほら、まあどね、ちょっとごめんなさい、各アトラクションとか各お店のね、はいはい、そうそう、影が、これロンバーズランニングだろ、ほら、これ、これ、これ、え、これハリドリかジラパもうええらしいですちょっと興奮しすぎましたいやでも本当に素晴らしいことです。そうですね、はい、ちょっとこれも熱いんで脱ぎますねあの聞こえへんし、さやかの声これ板取くんのね、チュリトス、コーラフレーバーです。なんでコーラなんかなと思ってたら、はい、まさかのここにあったね、うん、そうそう、まあ板取くんはね、あれなんちゅう、呪力の修行中かな、呪術師になるための初歩的な、練習をね、映画を見ながらするわけですよ、うん、はい、それの、まあ、シーンでコーラが使われてると。なんとね、スタッフさんが言うには、このチュリトスのベースがね、新しいとのことです。もうこの、ここもう見た、ここ見たら分かるよね、分かるよね、うん、ということでいただきます。はい、ごめんなさい、正直ね、コーラフレーバーって聞いて、あの、絶対美味しくないやろと思ってたんよ。めっちゃ美味しい、ほんまにめっちゃ美味しいよあの、期待してなかったからっていうのもあるかもしれへんけど、あの、このね、ベース、新しいベース、土台の部分とコーラフレーバーがめっちゃマッチしてます。いつもさ、チュリトスって言ったら結構カリカリが先行に来て、うん、ほんまに中心の部分、芯の部分で餅が来るぐらいやんか、うん、もうほぼ外のこのね、ひだの部分っていう、うん、並々の部分だけカリで、中全部餅です。うまそう。だからどっちかっていうとね、ちょっとパンの方が近いかも。あ、思った、さっきちょっと断面上から見て思ったんやけど、うん、パンっぽいんだって。ちょっとごめんなさい、断面映りますが、うん、はい、こんな感じで、そうそうそう、パンっぽいんよ、うん、だからね、これ多分腹持ちだいぶいいと思うよ。あ、本当？うん。で、コーラも、そのなんていうの、ちょっと嫌なさ、下品なコーラの味ってあるやん。あ、分かる。じゃなくて、うん、ごめん、なんかちょっと、うん、形容しづらいけど、うわ、でも美味しいです、めっちゃ。結構固めやの、だから。固め。うん。だからね、今までのチュリトスをイメージして買うとね、いや、全然チュリトスちゃうやん、みたいな感じになるかもしれんけど、俺的には結構ね、なんていうの、軽食みたいな感じで、甘めの軽食みたいな感じで買うのがいいんじゃないかなと思います。ね、これ美味しくないめっちゃ。美味しい。ね、おすすめです。うん、そんな感じ。こんな感じ。こんな感じの硬さです。揚げパンみたいな感じなの。ゆうこんち。ではさやかは言ってるやん、言ってもらわな困るはい、さやかは玉拳マンのミートピザ、はい、ホワイトの方をいただきたいと思います、これね、意外と中たっぷりやった、びっくりした、美味しそうやね、うん、いただきます。あ、めっちゃピザの匂いする。あ、美味しい。肉肉が大きいのがポンポンポンって入ってる感じですね。でも本当に想像してた味。ピザマン、うん、ミートピザマン
ピザマン舌触りがすごい独特というか、めっちゃ滑らか、滑らかで、味がね、すごく濃いです。うん、美味しい。うん、うん、かわいい、かわいいピザマンよいしょあ、そらこっちしょうがたっぷり肉まんでございます。うん、これ肉まん。すごいいい生姜の匂いがします。うん、滑らか。なんでやろ。めちゃくちゃ美味しいわ。うん、しょうがたっぷり肉まんって書いてるだけあって、なんか食感はね、さっき言ったみたいに舌触りすごい滑らかやねんけど、あの生姜独特のさ、あの繊維質のある食感ってある、それが生姜の食感なのか他の野菜の食感なのかはちょっと分からへんねんけど、とにかくめっちゃ美味しいです。で、生姜の味めっちゃ強いから結構中華っぽいかな。どこ見てんの。バーバラ見とったけど今な。バーバラ見てたやろ今な。何で分かった。映してあげてバーバラ。俺がね、今生姜うんぬんどうこう講釈垂れてる間にずっとバーバラ見てました、彼女の。バーバラ、あの英語読めるかなと思って自分試してた。そう、あなたが見んかったらもう視聴者さんもう見てないよ。もうみんなバーバラ見てる。じゃあみんなバーバラ、あ、じゃあ後でバーバラモザイクしとくね。あ、ほんま、あ、ごめん、大使主役やのに。あ、主役やってはい。はい、ということでね、本日3ついただきましたが、はい、結構3つともね、あの新しい感じやね、なんか今までにないフードっていう感じがしました。体調的にはどれが一番好きやった3つの中で。これはね、どうやろうな、まあ、クーンやったらやっぱりチュリトスかなって思う。あ、そうですか。やっぱりマンってね、ほんまに申し訳ない、俺原作めっちゃ好きやけど、うん、やったとしてもやっぱりマンっていつもね割高に感じちゃうんで、これだって700円ぐらいやろ確かね。って考えたらまあまあ、あとね200円出してカレー食ったりとかするかな的なんはね、いつもあるんです。違う商品の名前出すなよ。怖いつもこんなんなんです。はい、ということで3種類いただきましたが、俺的にはね、マンって前々から言ってるようにね、 USJ のマンって基本的に写真映えのね商品だと思ってますので、写真映えとかね、もうこれだって箱かわいいじゃん。めぐみ推しの人には結構おすすめなんじゃなかろうかと思います。はい、チュリトス新しいんで、結構ユニバファンとしても一回食べてみるっていうのはありなんじゃないかなと思いました。はい、では本日の動画が参考になったと思ってくださった方は、私も食べるよって思ってくださった方は、はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。せーの、バイバーイ。そんなことよりもお盆が噛みすぎて、もうそう、俺内容入ってないよね、もう今日何喋ったかも忘れてない、忘れてんねん、お盆が噛みすぎる。あれ、ノーリミットマーケットでもお盆もらえるんかね。だからそれだと噛みじゃないね。